今日からサウナ旅の費用を稼ぐバイト編ということで、これからサウナ施設でバイトに行ってきます。あちらですね、上高地西糸屋山荘さん。サウナ好き山好きの方にとっては非常に理想的な職場かなと思います。あと今年1年はサウナ漬けの日々を送っておりまして、夏は上高地のサウナ施設で2ヶ月アルバイトしてました。今回からオランダ編がスタートです。サウナの皆さん、おはようございます。海外サウナ一人旅のピョンです。いよいよね、今からオランダサウナ旅、始めたいと思います。最寄りの駅から成田空港に向かいます。約3ヶ月ぶりの成田空港で若干そわそわしますけど、楽しみですね。今回もユーロは現地で買いよと思うんですけども、161円、やばいですね。今日は平日水曜日の朝、今9時なんですけれども、若干閑散としてますかね。静かな成田空港です。後ろがエールフランス KLM オランダ航空のカウンターなんですけど、荷物預ける人はここに並ばなきゃいけないんだと思います。私みたいな軽装の人はね、オンラインチェックインしてそのまま入れるんじゃないかなと思っています。オンラインチェックインしたんですけど、多分これで紙の搭乗券受け取らないといけないかもしれないですね。まだね、ちょっとやってみます。無事搭乗券ゲットしました。搭乗口前で熱いキスを交わしている人たちいますね。いいですね。今回ですね、荷物さらに少なくして、いつも使ってるリュックなんですけども、さらにコンパクトにして、このいつものトートと両方激混みですけど、マックもセブンイレブンも保安検査場を通った後にありました。飛行機乗る直前までお買い物できますね。もちろんお土産屋さんもたくさんあります。事前に見た座席情報だと9割方埋まってるんですけども、誰がそんなにこの成田アムステルダム行きに乗るのかなと思ったら、結構ヨーロッパの方が多いですかね。ヨーロッパの方7割、日本の方、アジア人、3割って感じでしょうか。もうじき登場です。これから乗ります。ほぼ満席ですね。成田を出発してから2時間ぐらいでご飯出てきました。チキンとご飯、もしくはベジタリアンパスタが選べました。私はもうチキンにしました。あとハイネケンとトマトジュースもらいました。Thank you for flying KLM. It was a pleasure having you. 着きました。思ったより寒くないですね。今現地時間で午後5時半ですけど、めちゃくちゃ晴れてますね。まだ太陽も昇ってます。入国審査一瞬で終わりました。ヨーロッパに来た理由はって聞かれたんで、サウナ入りに来ましたって言ったらすぐ通してみました。さすがオランダですね。空港の出口の目の前にハイネケンがあります。このままホテルに向かいます。なんか電車乗って30分以内ぐらいですね、電車と歩きで。これ空港内のバーガーキングなんですけど、物価やばそうです。この普通のハンバーガーのセットをポテトとジュースつけたら13ユーロぐらいなんで、2000円ぐらいですね。やばいですね。目の前が電車の駅なんですかね。ここにチケット売り場ありますんで、ここでちょっとチケット買って電車乗って、ホテルの近くの最寄り駅まで行きたいと思います。なんかもうすぐアムステルダムに行くみたいな表示が出てきて買いました。4.9 ユーロとす、よくわかんない1ユーロで 5.9 ユーロなんで、まあ1000円ですか。こんなもんですかね。この空港の外はバスで、電車はまさかこの地下かもしれないですね。
でもうすぐ、もしここから乗れる、しかも電車が来てない。ヨーロッパの公共交通機関のチケットにありがちな、あの有効化するのは必要ないかもしれないですね。ここにあの9月13日ってもう出てるん で買う時もいつ乗るかって出てたんで、多分あのいわゆるスタンプを押したり切符を切ったりする必要はなさそうです。アムステルダム中央駅着きました。アムステルダムな光景が広がってますね。あ、出るときちゃんと切符必要なんだ。うわ、ホテルは向こう岸にあるんですけど、これ無料でなんか渡れるっぽいんですけれども、あれに乗れるってことなんですかね。いやー、オランダに来たって感じですね。全くどれに乗ればいいのか分かんないですけど、向こう岸に着くんだと思います。これ無料ですよねきっとね。いや分かんないな。いやちょっと待ちましょう。いや危なかったですね。今目の前に乗ってたら結構そのホテルはすぐご覧にあるんですけども、こっちの方まで連れてかれちゃったんだと思います。この F3 っていう最短距離、もしくは F2 に乗りたいと思います。 F3 まさにこれでしたね。雰囲気的に誰もチケット買ってないんで無料だと思うんですけど、乗ってみましょう。一瞬で着きそうですね。乗船時間は本当に10分もなかったと思いますね。向こう岸に着きました。いいですねこの風景、アムステルダムって感じです。ここから 200m ぐらいのところでフェリー降りたんですけど、テクテク歩いてきて、ここがこれから3日間泊まるホステルっぽいですね。クリンクノード結構いかつい。レインボーフラッグはためいてるんですけど、街中に結構ありますね。いわゆるフロント的なやつなくて、ここでチェックイン自動でしたんですけど、アプリをダウンロードさせて、それで電子キー的なやつで部屋に入る感じですね。ちょっとめんどくさいですけど、まあまあできました。1泊7000円するだけあって立地は最高。今のところこの共用部分もすごい綺麗ですね。地下のフロアだって言いました。外から見た時に大きいなと思いましたけど、巨大ですね。このどっかに私の部屋があるはずです。探します。25平米あるかどうかっていうところに 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 のベッドが占めてます。いやいやいや、どうだろうこれ。とにかくベッドメイキングします。このヨレヨレのサンドイッチ一つで1,000円、やばいっすね。安眠できる気がしません。42歳で泊まるホテルじゃないかもしれないですね。スーパーかケバブ屋さんでも探しに行きたいと思います。今地元のスーパーに来ました。
これぐらい買いましたよ。2000円ぐらいいっちゃうと思います。アムステルダム、めちゃくちゃに LGBTQ フレンドリーを前面に出してますね。こんな地元スーパーの有料レジ袋までレインボーカラーです。ちょっと2ヶ月間の住み込みアルバイトの疲れが出たのか、14時間のフライトがきつかったのか、この日は晩ご飯食べて寝ちゃいました。翌日、いよいよオランダで初サウナです。爽やかな朝ですね。めちゃくちゃ天気いいですよ。はい、ハロー、でも若い女性の利用も結構目立ちました。これ地下のレストランフロアなんですけども、こんなピンボールありますね。あとはこんなエアホッケーとか、なぜかパックマンまでありました。